皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。秋も深まってきましたけれども、芸術の秋、素晴らしい音楽とともにこの番組をお送りいたします。今日のゲストはゴスペルシンガーの葛葉美奈子さんです。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは1曲目どうぞお聴きください。時をこの目で見よう。
というわけで、今日のゲストはゴスペルシンガーの久佐美奈子さんです。こんにちは。こんにちは。久しぶりです。お久しぶりですね。はい、元気でした？元気です。今日も素敵な衣装で、はい、ありがとうございます。元気をもらいました。はい、わがたまよ。はい、持ってきました。あの1曲目に歌った曲は、はい、Seeds of Love、涙とともに種をという曲なんですけれども、最近で聴いた曲ですね。新しい曲。はい、はい、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうっていうあの御言葉、大好きな御言葉から思わず自分がこう言ってほしいなということが歌になりました。なるほど、はい、本当になんか励ましのね、そして収穫の秋にぴったりの、なんかこうね、涙とともに種をまいて喜んで刈り取るっていうのは、道路者の皆さんにはぐっと涙のぐっと、でも、一般の方の人の前でも、あなたが良いと思っていることを改めてしようとするときに、例えば愛せない人を愛するとか、あとちょっと否定的な考えを持ってしまうときにもっと肯定的に考えてみようとか、自分の中でこう良い方にチェンジしたいときにどうですかっていう MC をしながらね、うん、歌っています。なるほど、はい、久佐さんはゴスペルシンガーとして、はい、まあ、クワイアのディレクターも、あ、そうです、はい、してますけれども、はい、1年ぶりぐらいですね。1年ちょっと、はい、2年ぐらいですかね、前にね、一緒にやったのね、はい、はい、その後はどんな活動されてましたか？そうですね、私ずっと子育てをしてたので、自分のメインの活動がゴスペルクワイアばっかりだったんですけれども、ちょっと大きくなってきたので、久々にまたソロ活動も自分なりの賛美っていうものを見つけにまたやり始めましたね、最近。あ、嬉しいです、それは。はい、私もなんて言うんでしょうね、なんか歌い方というか声が変わったなっていう、はい、はい、イメージが来たんですけど。そうですね、はい、なんか変わ、はい、変わりました。変わりましたって自分でも変だけど今までずっと前からですね、ボイストレーニングとか受けてたのはもう若い、もうほんと10代の、ね、前半から受けてたんですけど、うん、割とポップス系とかゴスペルシンガーとかそういう方に受けてたんですが、最近ね、はい、TCU 東京キリスト教大学の稲垣先生の声楽の先生について、あ、稲垣先生オペラもね、やってらっしゃったんで表現力もほんと素晴らしく、そして今ね、賛美を持ってこう世に出ていきたいっていう思いがあるので、うん、今指導を受けるのはもうクリスチャンの師匠しかないなと思って、うん、ちょうどよく時が与えられて今ね、訓練してますね。それが去年の9月からで、まあ変わりました。賛美に対する意識とか、伝統的な賛美に対するこういろんな価値観っていうか、こう、うん、意識変わりましたね。でもね、ゴスペルをやっている方がそのクラシックとかね、はい、そういう声楽をやるっていうのは本当に幅が広がりますね。そうですね、歌う曲もそうですし、あんまりないですよね。そうですよね、うん、いや私も行ってなんかダメですって言われるかなと思ったんですけど、いやそんなことなくて、うん、先生今最近喜んで、久佐さんちょうどよくゴスペルクラシックぐらいになってきましたねなんだそのジャンルと思ったけど今ゴスペルクラシックっていうのがちょっと私のニュージャンルで、はい、でもその教会音楽と言われるものを、いろんなものをリスペクトしてるし、何でも歌えなきゃなって思いがね、ちょうど本当自然に与えられて、いろんな教会にゴスペルクワイアーとして出ていく機会があって、いろんな礼拝のスタイルとか賛美のスタイルとか聞いて、やっぱ与えられた思いでしたね、うん、はい、なるほど。じゃあ本当にジャンルにとらわれずに、うん、そうですね、うん、いろんな曲を、どんな曲もというか、うん、はい、まあ、探し中ですね。今ソロをやりながら、その歌いに行く場所に合わせたり、
はい、いろいろ思います。新しく考えていこうと思ってます。まあ、早速じゃあ2曲目に、はい、入っていただきたいんですけれども、はい、2曲目は、あ、そうです、知ってる人はとても知ってると思うんですけれども、はい、昔荒川静香さんがこの曲でイナバウアウ踊ってるんですよ。トリノオリンピックかな、はい、なので一般の人もすごく知られてるんですけれども、You Raise Me Up という曲で、はい、レイナ・マリアさんやケルティック・ウーマンさんもみんなカバーしてるんですけれども、うん、この曲が、あ、いいな、もう歌いたいなと思ったのが震災があってから、うん、私はそのイナバウアウのイメージしかなかったんですよなんだけど、聞いたらもう完全にこれイエス様のことを歌っててね、うん、で、震災の後に私たち賛美者はね、一体ね、私たちに何ができるんだろうね、なんか歌いてってなんかすごく自分の無力感に悲しくなって、うん、同じように私被災しちゃったんですよ、気持ちがね、うんうん、もう毎日毎日テレビを見るのがすごい辛くってね、イエス様どうしてこういうことが起こるんでしょうっていう気持ちから抜き出るのが本当辛くいい時にね、この You Raise Me Up をラジオとかでかける人が多かったんですよ。あ、で改めて聞いて歌詞も見たらああこんな意味だったのと思って、それで自分もちょっと挑戦してみよう、ちょっと難しい曲だけどと思って、はい、やった曲ですね、カバーしてきます。じゃあ、はい、2曲目どうぞ、お聴きください。
されました。ありがとうございます。本当イエス様が私を立たしてくれる、イエス様がいるから本当水の上もあることができる、イエス様の犠牲の愛があるから今私本当賛美してるなって、すごいそういうことを思い出しました。私さっき新鮮な話も出ましたけれども、自分の人生を自分で良くすることって多分絶対できない。ジュンさんの教会でもお証しさせてもらったり賛美させてもらう場所で何回か証しさせてもらったんですけれども、私はゴスペルクワイアに最初普通に参加、一参加者として参加して、その賛美の中で歌われる福音を聞いて本当にイエス様の愛に降参してクリスチャンになったんですけれども、それまでの私は本当に人を信頼できなくて、また人の愛も人間関係の素晴らしさも全てにおいて何でしょう、将来に期待するものを持つことができないでいました。でずっと前からね、本当15歳ぐらいから人前で歌を歌っていましたけれども、その理由というのが動機づけがやっぱりどうしても自分を認めてほしい、私に存在している意味って何っていうことを探して歌を歌っていたので、昔の歌を聴くとすごく痛いなって思うぐらい目的がなくてすごく必死にもがいている歌が多いです。その頃から曲は作ってるんですけれども、私はあんまりその家の家庭環境の中でですね、いろいろ家の中でありまして、どうしてもその親の愛とかが両親の環境とかが許せなくて、自分の置かれてしまった環境がどうしても許せなくて、死にたい死にたい、生きてても何の意味もない、そして友達っていうものが全てライバルで、っていうような、こう自分のことが好きになれない人生があったんですね。ですけれども、そんな私が本当にこう大きな犯罪も犯さず、自分のことも殺すこともなく生きてこれたのは、皮肉にもその音楽が支えてくれたおかげなんだけれども、そこがあるから自分の中での誇りというか、まだ私ここに生きてるっていうしがみついてるものがありました。で、その私が大好きだったブラックミュージック、黒人の音楽、教会音楽を求めて最初に日本の今母教会なんですけど、亀有教会のゴスペルクワイアに行ったのが最初で、それはそれはすごくこう目がつり上がってて怖いギラギラした私だったんですけれども、本当にその人間関係の中で私はすごく癒されて、歌う内容が全然変わりました。で、私には家庭がないと思ってたものは全部天に、イエス様のもとに、私の賛美の求めている答えも、私が探してた家庭の愛も全部天にあったんです、っていう曲をこれから歌おうと思います。では聴いてください。野の花のように、という光受けてきたんだ。
私を探し出された楽しかった本当楽しかったですね楽しかったです会えてよかった久々に本当にありがとうございます本当にこれから、はい、どんどん新しい曲を書いて そうですね、そして歌い続けていっぱいいろんなとこ行きたいです、はいはい具体的なこれからのビジョンとかそういうのはありますかライブハウスとかそういうとこも歌いたいですけど教会とか教会で、はい、やっぱ教会主催のものとかに、どんどん出てったりしていきたいです。ぜひ。多分本番をねいっぱいやっていくとなんかいろいろまた見つけるんですよね。新しい歌や今何書かなきゃいけないのかなとか。うんうんうん。そんな気がします。本当にこうお客さんの顔を見て、そうですね。なんか被災地にも行きました。行ったっていうのを聞いて、はい、ちょっとしか行ってないですけど、行った時に何ができるかなと思って、とてもじゃないけど私が行った時はそのライフラインもまだ開通してない時だったから、歌わせてくださいっていう状況じゃないと思ったので、仲間同士で撮ったような賛美の CD を配ってきました。普通にボランティアをしつつ、はい、これも聞いて私が歌ってるんだっていう風に一般の人も分かりやすい言葉のワーシップソングを歌う資料は配ってきました。なんか種まきみたいですね、やっぱり。そうですね、神様のことを伝えるっていうのは、それが喜びですね、うん、私。だからそのまいた種がいつどこで芽を出すかっていうのは、種まいた人は見ないらしいんですけどね、あんま収穫を、でもね、どこかで、うん、全く教会行ったことないっていう人たちに、うん、この賛美の言葉が届くっていうのが、はい、なんて価値のある歌い方なんだろうって今思ってます、はい、なんか近々ライブがあるっていうふうに聞いたんですけど、はい、11月17日の土曜日の昼間の、はい、1時から3組ぐらい、いろんなアーティストが出るんですけど、私最後で、はい、多分3時ぐらいからだと思うんですけれども、高田馬場にある四ツ谷天窓コンフォートっていうライブハウスで、
やってます、ですね、オリジナルいっぱいで。そこはあのグランドピアノがあって、そうなんですよ、とても素敵なところなんで、はい、景色も素敵で、昼間のライブなので、うん、結構人が来やすいかなと思いますので、あのクザさんってライブの時ぜひ子連れても OK ですよみたいな。あ、いつもそうです、ね、はい、で禁煙の場所でほぼやってます、はい、まあ、なのでぜひ、はい、あの家族いる方、家族いるっていうか、はい、子供いる方もね、はい、ご家族、私ママトーク炸裂しますのではい、あのあっという間に時間がもう過ぎちゃって、あの本当に楽しかったんですけれども、はい、みんなにあの最後に聞いている言葉があるんですけども、はい、葛葉さんにとって賛美って、一言で何でしょう。一言賛美とは、まあ、息、もう息してるのとは同じもの、はい、私にとって、息してるのと同じものなんですけれども、賛美そのものが私一番じゃないんです。一番はやっぱり信仰なんです、うん、それがひっくり返っちゃうと人生おかしくなっちゃうのね。じゃあ本当に信仰があってそこで初めて賛美が歌っていきたいなって思うので、賛美賛美ってなっていくとね、自分の目的がどんどん違くなってきちゃうので、うん、一番大事なものは喉よりもやっぱ信仰かなって思います。素晴らしいですね。新しい、なんか今まで出てくださった方の、中で本当に、あ、信仰が大切なんだ、あれじゃないですか、びっくりしました。いやでも本当あの一緒に演奏すると楽しいね。楽しいですね。あの喋ってる以上のこういい交わりがね、はい、できて楽しかったです。またぜひどこかで、はい、よろしくお願いします。いただけたらと思います、はい、で、ね、ご主人もあのドラマーで活躍してる、はいはい、ドラムやったりパーカッションやったりCD 売らされたり、クワイアのお世話係させられたり。じゃあ今度一緒に。でももう本当に二人三脚でやってますね、主人とね、はい、一緒にね、一緒に遊びに来てください、はいはい、家族ぐるみで、はい、はい、ということで今日のゲストは、ゴスペルシンガーの葛葉さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組を見てくださってる皆さん、本当にいつもありがとうございます。たくさんのお便り、そしていろんなリクエスト、お待ちしております。なんか最近は、街を歩くとって言っても、まあ、いろんなイベントで行くとですね、あ、見てますよっていう風に声をかけられることが、多くなりました。まだまだ、未熟ですけれども、ぜひこの番組をですね、応援してくださって、そしてぜひ多くの人に見てもらえるように、広めてくださればと思います。いろんなお便り、そして皆様からの声は CGN テレビのホームページから、もしくは、郵便で受け付けてますので、どうぞそちらの方に、声を、お寄せください。それでは次週またお会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。